仕事で相手を詰めて怒らせる悪い癖があります。しかも楽しい。もっとしとやかにやるコツを教えてください。僕もやりますよ。怒らせることでデメリットがある環境の相手を怒らせなければよくて、その怒らせたとしてもその取引先が悪いよねとかっていう形で相手側が譲歩してくれるような形で問い詰めるのであれば、それはメリットになるので。